んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは職場に感謝するです。いつも職場に文句ばかり言っている人たちがいますよね。その人たちは自分は一生懸命やっていて偉いと思っています。でもよく考えるとただの平社員かせいぜい主任止まり、まだ大したことはやっていないのに自分ばかり偉いと思い込み、自分たちには会社に要求する権利があるとばかりに上の人たちにあれこれ文句を言います。どうしてこんなことができるのかというと、一度も上の立場に立っていないからですね。ただ自分の仕事のパフォーマンスがまあまあいいとか評判がいいという程度で自分は偉いと思い込んでいるんです。まだ会社全体を動かすということがわからないし、社会の変化の中で何とか経営する大変さを一度も体験していないからです。こういう人たちはいつも怒っているので体に病気を作り出す可能性があります。若い時にはよくわからなくても、中年になるとそれが毒素のように溜まっていって、あちこちに体の不調を作り出すかもしれません。ネガティブな感情は体の問題を作り出しやすいですよね。でもこの人たちは自分のネガティブな感情を正義だと思っているので、それがネガティブだとあまり気がつかないんです。ですからあなたも何かを正義だと思っている時にはちょっと注意した方がいいですよ。正義という名のネガティブな感情に注意してくださいね。当人たちは自分を問題だとは思っていないので、この誘導瞑想は効かないかもしれません。でももしあなたがこういう部下に困っているならば、あなたが聞くことでこういう部下たちを直すことができます。というのはあなたの潜在意識の中にもこういう自分が潜んでいるので、これがその人たちを引き寄せるからなんです。ということで今日はこれを直しましょう。いつものように目を閉じて自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたはいつも要求ばかり言うよね。会社はもっとこうしてくれるべきだ。俺たちはこんなに働いている、なんでこんなに待遇が悪いんだって、いつも文句ばかり言ってるよね。そして自分たちには要求する権利があるって思っているよね。そしてこんなことやっていられるかって、酒を飲みながら会社を悪く言うことで自分はよくやっている偉い人みたいに思っているよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたがそんなふうに思い上がって自分は正しいと思い込んでいるから、いつも不満だらけでストレスがたまる、毎日が楽しくないし体調も悪くなる、人間関係もギスギスして疲れるんだ、仕事も面白くない、いいことなんか何もないね。あなたは勘違いしているよ。自分は一生懸命やっているのに思い通りにならないからって、上司や社長が一生懸命やっていないわけじゃないよね。誰だって一生懸命やっても思い通りにならないことはあるよ。社会は変化するからね。だからそれはバカだからとか一生懸命やっていないからじゃないんだよ。あなたは一人で会社を動かしたこともなければ、人を雇ったこともないよね。何十人もの人が働けるほどの広さのオフィスの家賃を払ったこともないよね。それを社会の荒波を乗り越えながら何年も続けることなんか
したことないよね。それから人の年収分ぐらいあるような高い税金を払ったこともないよね。わずかな税金を払っているだけで、たくさん払ってるって文句を言って、権利権利って言っている。その程度なのに、自分は一生懸命やっているって言っているんだよ。本当に子供だね。だから思い上がるのはやめなさい。もっと自分を小さく見なさい。自分はまだまだひよっこだと知りなさい。そんなに権利権利って言えるほど大したことはやっていないと知りなさい。上の人や社長にものが言えるほど何の知恵もないんだと知りなさい。そして自分が守られていることを知りなさい。子供のあなたには人を守るなんて愛も責任感もないからわからないだけだよ。上の人はあなたをいつも守ろうとしているんだよ。それに感謝しなさい。そして自分の愚かさを詫びなさい。思い上がった傲慢を詫びなさい。職場に心から感謝しなさい。未来の自分はあなたを見守っているからね。